イリスミステリア。いらっしゃいです。ゼロ、音楽が好きな一人、音ゲーが好きな一人が来場しました。遊んでいるのではなく、英気を養っているんです。ブーブータイトル変えないでそのままだった。わらわら。出発ですよ、冥王様。やっちゃえ冥王様。を考えていたんですけど、全然アイディアが浮かばなくて、まるで
で知恵の泉が枯れてしまったようです。木を切るための装備です。この前人間界の村に立ち寄ったら森の整備を手伝ってほしいと頼まれまして、ライラプスに大きな斧を持たせて木をバッサバッサと切り倒したんです。そしたら村の人からすごく感謝されちゃいました。デンデンさんいらっしゃいませ。個人的にはもうちょっと効率的にお手伝いしたいなっていう思いもあって、ゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。素早く木を切るためにどんな装備を作ればいいか考えてたんです。でも斧とかハサミとか普通にある道具を大きくすることしか思いつかなくて、ライラプスはただ大きいだけじゃありません。人間とは違って空も飛べますし、疲れや痛みも感じません。だから人間には使えないような特殊な装備だって使いこなせるはずなんです。従来の道具にとらわれないライラプス専用の装備を作りたいのですね。ぐぬぬぬぬ、何も出てきません。発想の貧困さが恨めしいです。とったの、変な声出してお腹痛いの。斬撃を飛ばせば一度に多くの木を切れるダブリーズ、デンデンさん。でもアリンってポンポンいろんなことを思いつくタイプじゃない？イベントの企画を考えるときも、ああしたいこうしたいってアイディア出してたじゃん。今まではそうだったんですけど、今回はさっぱりで、これが俗に言うスランプなのかもしれません。そんな深刻に考える必要ないって。誰だって調子悪い時はあるし、体を動かせばきっと何か思いつくよ。確かにちょっと根を詰めすぎたかもしれません。バレリアさん、模擬戦に付き合ってくれませんか？もちもち、いくらでも付き合うよ。先生、鍛錬場を使わせてくれる？ライラプスの出番ですね。世界中の力、やったー、見せます。先生、見てた見てた。体動かし足りない？そうじゃなくてですね、ライラプスに乗っていると新装備のことばかり考えちゃうんです。戦いに集中しなきゃと思っても、いつの間にか思考が引っ張られちゃって、スランプが深刻ですよ。まあまあ、そんな日もあるって。スマイルスマイル。いっそのこと普段とは全く違うことやってみたら？そしたら何か思いつくかもしれないよ。先生もそう思うでしょ？じゃあおしゃれとか。私、家を出てからずっと研究一筋で生きてきました。だから最近のおしゃれとか全然触れてこなくて、今でも実家から持ってきた服を着てるんです。少しくたびれてきましたし、
トレンドの服を買うのもいいかなと思いまして。いいねいいね、今時のおしゃれなら私に任せてよ。最近バズってるコミックがあって、そのヒロインの服が超可愛いんだ。ちょっと待っててね、すぐに持ってくるから。でしょでしょ、あざといんだけど、それがまた可愛いんだ。 JK の間でも大人気のコーデだよ。デンデンさん、アリンはもともと可愛いし、絶対似合うって。そうでしょうか。自分では選ばない系統の服ですから、どんな印象になるか想像がつきません。本当ですか？よろしくお願いいたします。短いです。ほら、やっぱり似合う。これは優勝だよ。ちょっと体を傾けてウィンクしてみて。視線はこっちね。こうでしょうか。いいねいいね、あざと可愛さ20丸。先生も視線奪われちゃったでしょ。いやいや、素直になりなって。いいなあ、私もアリンとお揃いコーデしたいしたい。先生、私の分も作って、お願い。バレリアさんも似合ってますよ。ちょっと大人っぽく感じます。本当に？嬉しいな。わがまま聞いてくれてありがとう、先生。それでアリンは気分転換できそう？はい、テンションも上がってきましたし、いいアイディアを思いつけそうです。ガレージでライラプスをいじりながらいろいろ考えてみます。デンさん、お二人とも協力ありがとうございました。いいっていいって、友達なんだから当然だよ。新装備のアイディアですが、全然思いつきませんでした。ゼロ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。あっちゃー、やっぱ服を変えるだけじゃ気分転換にならなかったかな。なったんですけど、まだ足りなかったみたいです。いざ机に座ってペンを握ったら、頭の中が真っ白になっちゃいました。わかりました。いい機会だと思って、いつもとは違うことにチャレンジしてみようと思います。ナイスファイトだよアリン、私も応援する。オレンジ姫さんがギフト、何でも手伝うから相談してよ。PT を送りました。じゃあ休憩室の、いや、何でもないです。ちょいちょい、途中で止めたら気になるじゃん。言うだけならただなんだから、とりあえず口に出してみようよ。
っていうか、休憩室って何？学園にそんなとこあるの？学園の裏手にダイラクス用のガレージがあるのは知ってますよね。その横に建ててもらった私専用の部屋があるんです。いいの？先生、私にも作ってよ。こんばんはです。したの？アリン、さっき何か言いかけたよね。いや、休憩室の模様替えを手伝ってもらえればなって思ったんですけど、よくよく考えたらあんな汚い部屋に人を呼べないと気づきまして、今日中に掃除を終わらせますから明日また相談させてください。チェケチョー、友達に一人で頑張らせるなんて全然JKっぽくないじゃん。何でもみんなで楽しむのがJKなんだ。模様替えだけじゃなくて掃除も手伝うよ。むしろやらせて。じゃあお願いします。任せて。じゃあ休憩室にレッツゴー。本当に片付いてなくて。気にしない気にしない。私も前ブリシラとリディアに掃除手伝ってもらえたし、ヘルバンの維持層で負けて自動集会にしたところです。わら、オレンジ姫さん。思ったより物が多いね。住んでるの？実際寝泊まりしてることも多いですよ。研究に夢中になっちゃうと他のことが目に入らなくなるんです。そこすごく難しくて断念しました。だから寮に戻る時間が惜しくて休憩室で過ごす時間が長くなってきました。気持ちわかるわかる。まあアリンほど真面目な理由じゃないけど、好きなコミックの新刊が出ると読み終わるまでは部屋から出たくないし。私たち気が合いますね。まずは床を片付けようと思います。工具や部品を袋に入れてください。オッケー。このマジックドールどこかで見たような。ほら、以前イルミナさんの性癖をマジックドールに移し替えたことがあったじゃないですか。あの時のマジックドール、通称ゴルミナの試作機です。なるほどね。見れば見るほどよくできてるね。でも頭のネジは目立つよね。放置してた帽子の電球は B50 までクリアしたんですけどね。実はそれ姫さん、自爆スイッチになってるんです。へえ、そうなんだ。ん？今なんて？自爆スイッチですよ。マジックドールにはつきものじゃないですか。絶対間違ってるって。うわ、パパス。うわ、自爆スイッチオンになっちゃいました。私もいつか迷宮攻略できるといいな。キャラ育成がなかなか終わらないです。安心してください、解除方法は覚えてますから。バレリアさん、手伝ってください。わかった。
敵ね。これが世界樹の聖なる光。今日も大活躍。片付きましたし、ゴミ捨てに行きましょう。オッケー、コウとモリーも手伝ってくれるって。どうしたの？うん、鼻がもぞもぞするんだ。言われてみればちょっとホコリっぽいかもですね。私も鼻の奥が痒くなってきた。目も痒いです。窓もドアも開けてるのに。目にゴミが入ったかもしれません。視界の端にさっきから黒いのが浮いてて。黒いの？あ、ホコリスライムだ。きっとあいつが犯人だよ。倒さないとずっとムズムズし続ける。待ってて、すぐやって。私に任せてください。マジックドールはくしゃみしませんから。いて、マジックドール、お部屋をきれいに。後でうがいと手洗いしようっと。落ち着いていきましょう。これが世界樹の聖なる光。あたしがやる。少し待ってちょうだい。ゴーレムの本領発揮。やば。邪念撲滅。笑顔の勝利です。掃除が終わったら次は家具を入れ替えようと思います。終了まであと5分なのです。どんな雰囲気にしようか迷ってて。30分延長しました。せっかくだからもっと可愛い部屋にしようよ。きっと気分も上がるし。ピンクとか白とかでまとめてぬいぐるみとかも置いてさ。きっとアリンには似合うと思うんだよね。夢川系の部屋。なるほどなるほど、今着ている服にも合いそうですね。夢川系のコーディネートについて
もっと詳しく教えてくれますか？任せてちょうだい。トレンドをバッチリ抑えて最高の部屋にしちゃおう。かわいいドレッサーを置いて、白とか薄いピンクを統一して、花柄のレースとかぬいぐるみとかも置いてコーディネートするっと。だいぶイメージが湧いてきました。早速レイアウトを描いてみますね。手際いいね。図面作りは慣れてますから。今ある机とベッドを使いつつ、新たにドレッサーを置きたいですね。圧迫感が生まれないようにベッドと机は離してみましょう。はあ、どんどん部屋のイメージがはっきりとしてきた。やることいっぱいだけど、自分の部屋じゃないのにワクワクする。はい、可愛い部屋を作るのは生まれて初めてなので、私も興奮してきました。今までゴーレム一筋でしたし、家にいた頃は親が全て揃えてましたから。うちもうちも、可愛い家具買ってっておねだりしたら、ワンピールの威厳を捨てる気かって怒られた。いいじゃんね、自分の部屋ぐらい好きにしたって。そういえばバレリアさんって貴族出身でしたっけ？うん、堅苦しい生活が嫌すぎて飛び出してきちゃったけど。アリも貴族出身だよね？はい、ちなみに私も社交界は苦手でした。キノコが生えそうなほどジメジメしてましたし、やみったらしい人もいましたし、うっかり本音をぶつけてしまって両親に怒られたこともあります。あるあるすぎる。私も何回げんこつもらったか覚えてないよ。私たち意外と似た者同士なんですね。だね。もっともっと仲良くなれる予感、イエーイ。リボンにして細部までこだわりたいです。じゃあいっそアリンがイメージ図描いてみたら？人間界に思い通りの家具を作ってくれるお店があるよ。本当ですか？イメージは思い浮かんでいますから、すぐに描いちゃいますね。
1日でも早く模様替えを終えたいですし、天使さんの提案通りに進めましょう。だが1つ2つ4つ5つ、どうしてこんなに高いんですか？聞けば聞くほど納得です。むしろ細かい装飾まで再現していただけるなら安いとすら感じてしまいます。でもさすがにちょっと高いよね。用意できそう？微妙に足りないかもです。これくらいです。ぜひやらせてください。荷物運びでもお掃除でも何でもします。私もやる。バイトって JK っぽいし。近くにある別店舗で雑貨を売ってるんですね。私たちはバイトとしてそのお店で接客すればいいと。余裕余裕。私海の家とかカフェでバイトしてたし。あ、でもずっと働くのは無理だよ。明後日には休みが終わっちゃう。授業サボってバイトなんてしたらペア先生に何されるか。ガクガク。想像するだけで恐ろしいです。ありがとうございます。短い期間ですがきっちりと働いてきます。バレリアさん、覚えられました？バッチリ。接客経験ありだからね。お客さんの相手なら任せてよ。それに礼儀作法は実家で叩き込まれてるし。私も両親や姉様に口を酸っぱくして言われました。初対面の相手には特に丁寧に対応しなくてはいけないと。お客さんが快適に過ごせるよう心を込めて接客します。いらっしゃいませ。何かお探しですか？お手伝いしますよ。いいですね。奥様はおいくつですか？可愛らしいものが好みでしたら蝶ペンダントなんていかがでしょう。さすがバレリアさん、コミュ力高いです。よし、私も頑張るぞ。いらっしゃいませ。トラブル対応も仕事のうちですよね。さすがに不審者すぎる。わら、なんとかしなきゃ。あの、立ち話ではなく店の裏に行きませんか？椅子に座って落ち着いてお話ししましょう。いや、それお客さんが言っちゃダメなやつじゃん。はあ、仕方ありません。無理やりにでも
店の裏に来てもらいますよ。落ち着いていきましょう。邪念特別笑顔の勝利です。ありがとうです。いえいえ、アイリスとして、そしてハイルブロン家の人間として当然のことをしたまでです。何度来ても追い払いますから安心してください。さっきから気になってたんですけど、お店の一番奥に大きなテーブルがありますよね。私も気になってた。あの切り株だよね。こんなに大きな木、切るの大変だっただろうね。はい、私も木こりのお手伝いをしたことがありますが、皆さん大汗をかいていました。ライラプスを使っても時間がかかっちゃって、だからもっと効率よく木を切る装備を開発したいんですが、悩みの種を思い出しちゃいました。してる。考えすぎも良くないよ。今は忘れる忘れる。頭使いすぎると目がぐるぐるしちゃう。ですね。バイト中ですし、気持ちを切り替えていきます。これはゼンマイがついたおもちゃですか。可愛いですね。少しだけ回してみようよ。どんな風に動くか気になるし。綺麗。自分用に欲しいかも。この傘って。私の魔力を使ってライラプスの手に金属の円盤をつければ実現可能かと。おお、なんかすごいことになりそうな予感。はい、一刻も早く爪に書き起こしたいです。ぼやぼやしているとせっかくのイメージがこぼれ落ちてしまいます。じゃあ残りは私がバイトするから、アリンは先に帰ってなよ。バレリアさん一人に仕事を押し付けるなんて。そういうわけじゃないんですけど、
ダメ元でご相談してもよろしいでしょうか。時間を短くする分、きついお仕事をいっぱい振ってください。肉体労働もどんとこいです。鍛えてますから。私は空を飛べるよ。だから普通の人にはできないこともできると思う。ありがとうございます。精一杯頑張ります。私もいっぱいお客さんを呼んでくるね。ギリギリで、うっかり転んだら全部忘れちゃいそうです。よし、じゃあ飛んで帰ろうよ。歩くより絶対に速いし。嬉しいですけど、体バキバキですよね。少しでも早く帰りたいんでしょ。それに祠までならいけるいける。コウとモリーも手伝ってくれるしね。お願いします。オッケー、任せて。わーわーわー、飛んでます。私飛んでますよ。興奮しすぎてせっかくのアイディア忘れないでよ。はい。難しいと思います。装備本体の設計はもちろん、動力部から魔力をつなぐケーブル、そして装備を動かすためには操縦席の回収も必要です。うへー、聞くだけで大変そう。絶対に1日じゃ終わらないって。別に私は急いでないからさ、1週間くらいかけちゃえばいいじゃん。ご安心ください。必ず一日でやり遂げてみせます。すっごい自信満々じゃん。じゃあパパッと終わらせる秘策でもあるわけ。はい、すべての図面は頭の中で完成しています。あとはそれを書き起こし微調整するだけです。ただ冥王様に一つだけお願いがあります。冥王様がそばにいた方が集中力も上がりますし、やる気も出ます。だから一晩私に付き添ってください。わお、アリンってば大胆。私もう何も我慢しないと決
ましたから。今回ご迷惑をおかけした分は洗浄やお手伝いでお返しします。ありがとうございます。頑張ります。じゃあアリンは先生に任せるね。私は早めに寝ておくから、おやすみ。よし、やるぞ。ガレージの明かりがついてたから様子を見に来たのよ。はあ、アリンってばまだ起きてたのね。冥王様を見てないで早く寝るように言ってちょうだい。明日に差し支えるわよ。なるほどね。私も寝る間を惜しんで実験するから人のことは言えないわ。姉妹だからといって不健康なところまでいなくてもいいのに。クッキーを持ってきたわ。いい頃合いでアリンに渡してほしいの。頭脳労働には糖分が必要でしょ。いいのよ、渡す時に余計なことを言いそうだから。小言を聞かせてモチベーションを下げたくないのよ。だからこれは冥王様が渡して。頑張りなさいよ、アリン。よし、爪1号が完成しました。冥王様、お願いです。この図面通りに新装備を作っていただけませんか。いつもだったら自分で作るんですけど、時間が惜しくて。気がつかなかったです。声かけてくれればよかったのに。姉様、姉様の期待に応えるためにも私必ずやり遂げてみせます。はい、姉様の優しさをかみしめながらお茶にしましょう。ママよし、姉様パワーチャージ完了です。やりましょう。邪念撲滅、精神運動本気です。これこれこれでどう。ここですライラックス。おう、邪念撲滅。月が綺麗ですね、冥王様。
集中力だね。アリンが気になって起きちゃった。様子を見に来たんだけど、声かけられる雰囲気じゃないね。すごいなあ、アリンって本当ゴーレムが好きなんだね。じゃなかったら絶対飽きるし途中で寝ちゃうよ。けどまだまだ終わらなさそうかな。じゃあアリン明日寝不足になっちゃうね。もしかしたらしんどすぎてバイト休んじゃうかも。ま、その分私が頑張ればいいんだけどさ。確かにもう遅いから明日アイディスに相談してみるよ。アドバイスありがとう先生。だね、寝直してくる。アリンのことよろしくね。もう何時間経ってるのさ。化け物みたいな集中力だね。ゴーレムは専門外だけど半端ない量の作業をこなしてることぐらいはわかる。きっと集中しすぎて周りが見えてないんだわ。作業が終わったら糸が切れたみたいに倒れるかもね。頼むわ。その辺で気絶したら風邪ひきそうだし。んじゃ、私はぼちぼち寝るからおやすみ。できたできたできたー。やったやった、やりましたよ冥王様。はい、高速回転するノコギリ理論上は完成です。硬い木の幹にも負けない強靭な刃、排熱機構を備え長時間動作可能な動力部、極めつけはロスを徹底的に排除した魔力パス、水車にこだわりを詰め込んだ傑作ですよ。さてと、そろそろバイトに行く用意をしないと。顔を洗って着替えて。終了まであと5分なのです。30分延長しました。すみません、足の力が抜けちゃって。思った以上に疲れてるみたいです。でももう大丈夫です、自分で立てます。完成した？おはようございます。はい、理論上は完璧です。さすがアリン。って顔色が真っ青だよ。もしかして寝てない？はい、設計図作りに夢中になってしまって、根も詰めて作業しましたから
頭がクラクラするんです。安心して、アリンが休めるようにちゃんと助っ人呼んできたから。パトリシオ、呼ばれて参上しました。アリンの代役任せてください。お店で働いた経験はありますし、きっと戦力になれますよ。でもパトリシアさんの迷惑になっちゃうんじゃ。全然、友達は助け合うものだし、むしろ前にビール樽を運ぶの手伝ってもらったから、そのお返しさせてよ。せめて午前中ぐらいゆっくりしててよ。仕上がりになったんでしょう。ドキドキします。細かいところまでこだわったもんね。色とか模様とか設計図通りに再現するって言ってたから、多分大丈夫だとは思うけど、やっぱ実物を見るまではドキドキしちゃうよね。はい、想像してたものと出来上がったもの微妙に違うことって結構ありますから。あとは図面上だと正しくても、実際に作ってみると細かい調整が必要だったり。いい感じに修正してくれてると嬉しいんですけど。ドキドキ。ごめんください、家具を引き取りに来ました。ちゃんとバイトもしてきたよ。ほら、責任者さんの手紙も預かってきたし。うわー、すごく可愛く塗られてる。ピンクだし、角も丸くなってて、ユリの花も彫ってあって、引き出しの取っ手がリボンの形になってますよ。全部アリンのイメージ図通りじゃん。そうですけど、でも実物を見ると予想以上に可愛くて、細かいところまで再現してくださりありがとうございます。引き出しの中まで塗装されています。仕切りも作られているから、物の整理も簡単そうで、わー、すぐにでも部屋に持っていきたいです。お寺はすぐそこだし、気合で持っていこうか。はい、行きますよ。せーの、わー、
来てください。バレリアさんでしたら大歓迎ですよ。マジ？やったー、ありがとう、アリン。さすがに疲れました。ちょっと休憩しましょう。あ、爪ちょっと割れてる。ケアしなきゃ。せっかくかわいい部屋にしたので、私自身も可愛くなろうと思いまして。お化粧って奥深いですよね。顔に立体感を出すために暗い色を塗って影を作るなんて知りませんでした。美術の知識とか自然の法則を総動員すれば可愛いは作れるんですね。化粧もファッションもインテリアも全部バレリアさんに教えてもらいました。が好きな一人が来場しました。化粧品の材料を潤滑油に使ったり、インテリアの曲線から動作効率のいい歯車を思いついたり、可愛くなれるしライラプスの開発にも役立つし、いいことばっかりです。装備もバイト先で見つけたインテリアから着想を得たんです。バレリアさんが模様替えを手伝ってくれなければバイトに行くこともなかったと思います。本当バレリアさん様々ですよね。近いうちにちゃんとお礼したいです。いいですね。新装備の調整が終わったら早速取り掛かります。ゆっくりとこっちに向かってきますね。追い払いましょう。冥王様には指一本触れさせません。やりましょう。必要なもの全部買えたし、そろそろ冥界に戻ろうか。ちょっと待って、アリンにお土産買っていかなきゃ。何がいいかな。向こうにアクセサリーを売ってる露店があるよ。見ていこう。あ、良さそうなの発見。へえ、ユリのヘアアクセサリーにしたんだ。どうして？がドレッサーのイメージ図にユリを描いてたんだ。きっとアリンはユリが好きなんだよ。
だから喜んでくれるはず。すみません、これください。アリン喜んでくれるといいな。ネックレスを贈ろうと思うんですけど、どんなデザインなら喜んでもらえるでしょうか。コウモリはいっぱい持ってそうだし、お、いいこと思いつきました。ユリの花です。前に私が描いた絵を見て、バレリアさんは可愛いって言ってくれました。だから同じようなデザインのネックレスを作れば喜んでくれると思って。デザインが被るとは思いませんでした。それだけ気が合うってことじゃん。ですね。二人でつけてたらペアルックっぽいです。いいねいいね、早速つけてみようよ。はい、見て見て、つけてみたよ。どうかな。バッチリですよ。私も髪につけてみました。似合うじゃん。イエーイイエーイ。遊んでいるのではなく、英気を養っているんです。ブーブSSR がショボーン。
物ではなく英気を養っているんです。ブーブー。遊んでいるのではなく英気を養っているんです。ブーブー。うん、メインもできるかなって思ったけど、やっぱりこの時間になると強い眠気が襲ってくる。これはまた別の日にするか。来場者数16名様、コメントご視聴ありがとうございました。ギフトありがとうございました。来てくださってありがとうございました。お疲れ様です。